武蔵野市住民投票条例が可決されたら、こんなことが起きそう。がネットで話題。内容はこちら。武蔵野市住民投票条例が可決されたら起きそうなことが話題のようです。では、カイラギさんのツイートより内容を見てみましょう。カイラギ。武蔵野市住民投票条例が可決されたら、外国人学校、朝鮮学校への助成金、外国人家庭への支援金、税優遇、外国人生活保護の受給割合増加、ヘイトスピーチ、LGBT 条例、武蔵野市役所に外国人職員を採用、イスラム教徒用に土葬墓地を新設、市の施設に難民を住まわせ支援、こんなことが起きそう。絶対起きそう。恐ろしい。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まさにそれらを実現するための条例。間違いなく起きますね。外国人優遇の傍ら、日本人冷遇というわけわからんことを実行しそうですね。こんなことを起こしたくてやってるんでしょうからね。起こしたくてやってるのだと思います。次はこちら。リベラル首長がいかに恐ろしいか、これで日本国民は気づいたと思う。今後リベラル首長を当選させてはいけない。必ずこの条例の制定に着手するだろうな。上げ出したらキリがなさそうなくらい、日本にメリットのないことどんどんやりそうですよね。選挙がどれだけ大事なものなのか、思い知らされますよね。次はこちら。文字通り日本じゃなくなりそうですよね。あの吉祥寺が中華街へと変貌するかもしれませんね。何事においても日本人より在住外国人が優先され、日本人が住めない街になっていきそうですね。おそらく日本ではなくなるでしょうね。最後はこちら。そしてこれらを元に戻そうとすると差別だと言われる。得た時点で既得権益になってしまうので、絶対に阻止しないといけない。地方から侵食され、やがては国政レベルに。小さな穴を攻めていけば、大きな穴が開きます。危ない兆しです。悪夢だ。絶対に阻止しないと。手遅れになる前に、今のうちに阻止せねばならないと思います。結論。武蔵野市住民投票条例が可決されてしまったら、他の市町村でも同じような動きが一気に加速する可能性さえあると思います。そうならないように、今のうちから断固阻止しておかなければ、日本が日本でなくなる日が一気に近づくでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。